はい、どうもサリーです。本日もご視聴いただきありがとうございます。今日も元気市場から元ブログをお届けしたいと思います。はい、いやー今日は暑いね。埼玉の方ではね、深谷だったかな、41度とか言ってね、命に関わる暑さとか言ってますけどね。まあこういう日にね、外に出ちゃダメですよ。まあ俺はね、いつも何でも気になっちゃうタイプの人間なんで、本当かいって言って本当に命に関わる暑さなのかいって言って出てきちゃうんですよ。いやーもうね、暑さに弱いくせにね、こういうところでね生きちゃうんですよね本日向かうのは病院の廃墟になります。まあリハビリ施設がメインだったみたいですね。でまあ、入っていた病院が他の病院と統合して、それでその建物が使われなくなったという経緯があります。この病院ちょっと変わってるんですけれども、もともとの建物っていうのがホテルだったんですね。一般的に言うところの、うん、ホテルですねでね、その建物を改装してリハビリ施設にしたわけなんですけれども、もともとホテルだから部屋がたくさんあるわけですよ。で宿泊しながらリハビリをすることができた、そういう施設だったようですね。例のごとく視聴者さんから教えていただいた場所になるわけなんですけれども、この場所は千葉県市原市にあるキッズダムっていうね、子供のための施設っていうのかな、その施設の近くにある廃墟になりますね。でね、まあ今日なかなか暑いんですよ。いやまあさすがにね、千葉の方で命に関わる暑さっていうことはないと思うんですけれども、ないと思っていたんですけれども、なんと携帯が死にました俺の携帯が死んでしまいましたあのね、ナビがないと道迷うんですよ。この炎天下の中道迷ってたら命取りなんですね。まあ、だからそういう意味において命に関わる暑さということになるかなと思います どうやらこの辺りのようですね。うん、結構ね、建物的にはでかいんですよ。うん、潰されてなければ。あったありました、ここ。はい、大倉リハビリと書いてありますね。よし、じゃあちょっとこの辺から裏に回ってみましょう。この向こう側がキッズダム、ダムなんですよ。うん、で今回の目的地はここですね。はい、もう見てわかりますね、ここはね。ああホテルだったんだなっていうのがね、建物の横に大倉と書いてありますけれども、ここが大倉リハビリ施設ということになるわけですね。昭和のホテルって感じですね。うん、ちょっと止められそうなところに止めてみましょうか。うん、でこの辺りをぐるっと回ってみたいと思います。いや、ここで終わりか。ちょっと U ターンします。うん、すごいね。もうなかなかの荒れ放題な感じですね。ちょっくらこの辺に止めさせていただいて、ぐるっと見させていただこうかなと思います。表の方から見てみたいと思います。
大倉リハビリ病院っていうのかな、クリニックっていう感じですかね。なんだろうね、この建物もホテルの建物だったのかな。でもこのエントランスなんかは病院という感じになってますね。うん、病院ですよね。なんかこうやって見ると普通に病院って感じがします。あの辺多分台風とかでね、何年か前の台風でやられたのかな、あの辺り、うん、屋根に穴が開いてるっぽいですね。こうさ、駐車場もたくさんあって、なんかそれなりに病院だったんだなっていうのは分かりますね。なんか椅子とかがね、たくさん並んでいたりしますね。うん、なんか今も何かで使われてるのかな。でもこのね、雑草の生えてる感じとか見ると使われている感じはしないですよね。こっちから行ってみましょう。車が止まっているとか、多分駐車場としては使われているのかな、もしかしたら。いやー、でこれですよ、なかなか雰囲気がありますよね。ベランダ、うん、ここは ちょっとさっきバイクで通った時は分かんなかったけど、ここの扉開いてますね。ということは、何も言うまいっていう感じですね。カーテンがまだついていたりとか、まあ、ここもね、この下のところもカーテンついてますけど、こっちもそうだったり、なんかね、カーテンがこのホテルの建物、病院のメインの建物だと思いますけれども、各部屋にカーテンがちゃんとついていたりするので、うん、なんかそれなりにまだ使えたりするのかなと。まだ障子が張ってあったりしますね。建物はお年寄りがメインの客層だったと思うので、なんかちょっと和風な感じというか、そういう部屋が少し目立ちますね。これは想像ですけれども、まあ、裏の出口が、出入り口が開いているので、まあホームレスの人は多分入ったりしてんじゃないかなと思われます。そのこのね、一番メインの病院の建物っていうかな、この建物を取り囲むようにして作られているような感じですね。だから周りを、ホテルの周りを取り囲んでいる建物の中に入ることができれば、この宿泊施設の建物には容易に入ることができると思います。でしかもこの周りの建物、外から結構見えにくいんですよ、内側が。っていうか内側がもうほとんど見えないんですね。だからこの内側に入って何かされても絶対にわからない、うん、そういうちょっと危険性のようなものも感じますね。このまんまだと外側はそんなに荒らされないけど、内側が結構やられちゃうっていう可能性もありますね。2階とかの窓割られて入られたりしたら、1階もそうですけどね、まあ、ちょっとよじ登って2階とかに入っちゃったら、これ内側からやられる感じがします。気をつけた方がいいんじゃないかな。見に来てる俺が言うのはなんですけれども、あまたの廃墟を巡っているものとして
ちょっとこれは危険じゃないかいという感じですね。でもね、なかなかいいですよ、綺麗で。じゃあ行きましょうか。あっちし。はい、こちら大倉リハビリクリニックホテルということでございました。リハビリって聞くと一般的にはこう通ってリハビリするみたいな、そういうイメージがありますけどね。だから宿泊しながら長い目で、まあ、もしくはこう短期集中的な感じで、ね、あの自動車の合宿免許みたいな感じでリハビリができたのかもしれないですね。うん、それだと、まあ、治りも早かったりするのかもしれない、まあ、そんなことをねちょっとちらっと思いました。はい、ということで本日もご視聴いただきありがとうございました。今回の動画良かったよという方はチャンネル登録高評価お願いいたします。それじゃあまた次の動画でお会いしましょう。バイバイ。